中国の歴史は、講段社から刊行された中国通詞の総書であり、これまで同じタイトルの総書が3時にわたり刊行されている。前十巻、1974年4月から1975年2月に刊行された。一般向けの中国通詞シリーズは、1960年代に人物往来者で刊行された東洋の歴史に続くもので、後に各社で刊行される。 中国通史の公式的な草書であった。第1回配本は、第9巻、人民中国の誕生で、最終回配本は、第10巻、目で見る中国の歴史であった。第8 1例巻以外は、講談社学術文庫で、審判解説をつけ、単著再刊された。カッコ松美内は、当該末期の執筆者。原始から、 春秋戦国新刊帝国義神南北朝隋唐帝国五代、総元、明清帝国近代中国人民中国の誕生目で見る中国の歴史よみがえる古代新刊帝国の異様義神南北朝の世界華麗なる隋唐帝国総王朝と新文化遊牧民族、国家、元明帝国と日本清帝国の清水人民中国への 古道中華人民共和国の歩み東西文明の交流中国美術の流れ、全12巻で2004年11月から2005年11月に刊行。編集委員は、戸波守、小方勇、鶴間和幸、上田新。各巻に挟み込みの月報があり、石井被災地が4コマ漫画、コミカル4000年ツアーを描いている。 2020年10月から2021年6月に、講談社学術文庫で、審判刊行。神話から歴史へ、宮本和夫都市国家から中華へ、平瀬隆夫ファーストエンペラーの遺産、鶴間和幸三国志の世界金文教中華の、崩壊と拡大、川本義明県乱たる、世界帝国、木賀は保機中国思想と宗教の本流。 小島武史シッする草原の征服者、杉山正明会と帝国上田新ラストエンペラーと近代中国菊池秀明巨流の帯道、甘子里市日本にとって中国とは何かこのシリーズの中国語版は2014年1月に発売され、中国で好評を得て何度も増刷販売され、2014年内だけでも10万、セットを突破する勢いとなった。 外国人が書いた中国史の本がこれほど売れることは中国では珍しいこととされる。中国北京からの漢民族の中国史観のみならず、漢民族以外の中国を構成する周辺民族の歴史的観点をも含めた本書の特徴が中国人読者の興味を引いている見られる。近代史に漢文についてはまだ翻訳の予定はない。ありがとうございます。